無事に終わりまして、あの、第44回日本アカデミー賞受賞式が。で、えっ、ー、と、まあ、今日、今朝ですね、ボイシーっていう音声メディアでもお話しさせていただいたんですけれども、えっ、ー、と、僕たちは煙突町のグベルっていう作品で、えー、アニメーション作品賞の優秀賞を、えー、いただいていて、 で、受賞式では最優秀賞が、えー、と発表されるっていう、まあ一応この最優秀賞の、まあ、ノミネートをされているっていう状態だったんですよ。まあ、優秀賞っていうのはいただいたんですけども、毎日最優秀賞取れるかもしれないぐらいのところだったんですね。で、そういう形で参加させていただいたんですけども、えっ、ー、と、まあ最優秀賞は本当鬼滅の刃で、えー、それはボイシーでもお話しさせていただいたんですけども、 そりゃそうだよなって思って <laughs>、その <laughs>、うん、やっぱり、うん、作品は本当に素晴らしかったし、もう何より作品が素晴らしかったっていうのは一番なんですけれども、あのー、やっぱりこの今年、今期鬼滅の刃っていう作品と、えー、あの、作品を生んでくださったスタッフさん、届けてくださったスタッフさん、 がえー、映画界にこう与えた影響というのは本当にもう本当に大きくてやっぱ希望だったんですよねなんかああいけるんだみたいなことを見せてくれた作品ではあったしで僕たちもその,あの恩恵は十二、えー、分にいただいていたのでいやそれはそうだっていうのを思いました。